ひめかです。えこです。ピンク待て B 始まるよ。イエーイ。はい今日の企画は今ひめかとえこにここにちょっと座ってもらったんですけど、今から抜き打ちカバンの中身チェックをしたいと思います。イエーイ。マジか。大丈夫かな。じゃあ、カバンを持ってきます。はい、では、抜き打ちバッグ紹介します。イエーイ。まず1個、はい、お願いします。これです。これは、なんかムック本みたいなやつで、ムックペドのバッグです。ボロいね。買い替えようちょっとなんかしました。やめました。ガタが来てる。はい、まず1つ目、こちら、女子力高い日焼け防止のカーディガンさんです。カーディガンさん、こちらは GU さんのカーディガン。私は丸いニックを買いました。 V ニックかな、女の子って感じ。そう、でもこれタグがついてになっちゃった気もしれないんで一つ目、こちらすっごい中身全然入ってないからなんで大きいバッグ。こちら、研究室です。これは学校でも使っています。お財布でーす。はい、そしてここは終わりで、え、もう でっかいリュックじゃないですか。で、こちらのポケットにはマスク、そしてミーティア入ってない。結構前のゴミですね。美味しそう。レモンだ。レモン好き。で、ここが終わりで、ここがすごい充電コードとモバイルバッテリーとアダプターって。で、ここ終わりです。すごいね。ということで、終わりです。以上、1,2,3,4,5,6,7,8点でした。かわいい、シンプルに、ね、スカスカなんですね。いい感じです。なんかさ、財布とさ、バッグめっちゃ似てる。ん？財布とバッグがめっちゃ似てる。なんかさ、何？さっきからこんな感じなんですよ。次は、ひめかのカバンの中身です。私は、首にかけてきたものとか、刺してきたものとか、つけてきたものとか、持ってきたものを全部ここに置きました。まず、中身からいきますね。まずは、iPhone です。色紙は、8です。ちょっと。はい、一つ目ですね。次は、じゃあ、樹脂力系置きます。日焼け止めです。家で塗って、塗り直しはスプレーって感じです。時短ですね。早くなる。涼しいし。次は鏡です。ジェルスチャートです。で、ここにパールがついてたんですけど、取れました。本当に最悪。これも付録で普通に見たことない雑誌だったんですけど、可愛いと思ってその雑誌を初めて買って、別にしっかり読んでないです。付録ね。そうです、そうです。読んで1回は。次は 3C のヒップです。これめっちゃあれなんですよ、色が濃い。そうなの。めっちゃタイプな色、まあ、タイプな色は3色ぐらいあるんですけど、これがお気に入りです。次はリップです。薬用リップないとでもなんていうの、皮もむけるし、なんかリップ塗らないと乾燥して気持ち悪い感じになるので絶対ないとダメです。そしてこれはエコにクリスマスプレゼントになったハンドクリームです。ハンドクリームも10個ぐらいストックがあるので、どんどん使っていくために小さいのから先に使っています。次はベビーオイルです。最近すごい巻き髪をすることが多いので、ハマってるので、髪が傷むのでパサパサ防止でオイル、ベビーオイルです。ベビーオイルは手に塗れるから持ってたんですけど、やばっと思って塗るものないからだったら結構いい感じになったので、それから髪の毛をベビーオイルで済ましています。次は櫛。これは100均かな、こんな感じのやつです。次はコロナ対策の消毒です。これも100均なんですけど、100均いったら1回ですごい感動しちゃうから100均の持ち物が多いんですけど、これはね、香水入れなんですよ。香水入れる入れ物なんですけど、で、わかりますか、なんかふわって広くいくんですよ。だから新幹線に座る前にシャシャシャってやって座ってます。次はミンティア。これはもういつ買ったっていう、春ですね多分。だから食べてないです。入ってましたって感じです。おそろおそろ。次はゴミ。
マスカット味です。これグミがいっぱい入ってて近いんです。いろんな種類があって、今日はこれを持ってきました。昨日はオレンジ味を犬に食べられました。お財布はちょっとここにリップがついちゃってるんですけど、ジルスチュアートです。こういうタイプあんまないですよね。三つ折りか長財布しかないんですけど、2つになってて、スイカをピッてやらなきゃいけないので、こうかけるやつにしています。あと切符もなくさないように、こういうね、対策を取っています。やらかしちゃうので、よく。次は扇風機です。扇風機は学校にも持ってってます。3段階に飾るんですよ。折りたためるんです。持ち歩ける。で、こう授業中とかも別にしないんですけど、こう置いて、そこに置いて、つけっぱなしで、置きながら、勉強できます。という便利な小型扇風機でした。そしてこれは、日傘、雨傘兼用っていう傘です。別に雨傘でも日傘になるからいいやと思って差してたんですけど、UV カットしないよってお母さんに言われて、日傘を買いました。そしてマスクです。普段は髪、白い髪マスクが一番好きなんですけど、お化粧するからさ、こう撮影の日とかピットマスクで崩れないような対策をしています。あと洗えるからね。まあこんな感じでした。抜き打ちの前にまだ良かったんじゃないですか。本当になんか、じゃあお互いの気になるものって言ってこう、いつも通りの感じで。じゃあ、どうぞ。扇風機ですかね。扇風機。学校に持ってていいことが素晴らしいな。え、いいも悪いも分かんない。もしかしたらダメかもしれない。聞いてないから、そう、聞いてないから持ってってます。ダメって言われたら今。折りたためるのが可愛い。ありがとう。可愛いよね。ひめこもちっちゃくなるよ。好き。ありがとう。私で何かありますか。やっぱりマスクですね。マスク、はい、マスクはたまにしてない人もいるので、さすが私の友達だなという。ちょっと私今日初めてこのマスクつけたんです。え、この種類。そうですね、髪マスクでもちっちゃいんですよ。うんうんうん。で今回はなんかこの手触りで、おばあちゃんにもらったマスクつけてみました。もうこのマスクはちょっと試しですね。ここに耳のところがちょっと太いのも好きです。柔らかいんですよ。それが一番好きでした。好きでした。はい。はい、どうでしたか。私たちの抜き打ちのカバンの中身チェック。はい。そうです、特に言うことです。はい。じゃあみんな気になるものがあれば、ぜひ真似してみてくれると嬉しいです。はい。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。